35度って書いてありました。しかも一番暑い時間ですよね、3時から。そうそう、確かに豊洲のあのコートでやるんですよね、あのナイキプレイグラウンド、はい、あのカラフルな。初めて行く？初めてです。初めて行く。席は行ったことあるし、まあ、ないです。一番ね、行ったことない。スカイツリーだ。スカイツリー席ほらすごくね。ワンオンワンとかじゃないですからね。ワンオンワンじゃないんだよね。だから何人いるの、あれ大体最大7人、ね、最大7人、はい、7人いたら自分がボール持ったら6人は敵よってことでしょ、はい、それどうやって点決めるの。いやもうねじ込むしかないんで。ねじ込む、はい、この暑さだし、はい、やっぱ体力勝負っていうのもあると思うんで。そうですね、うまくサボるのも大事ってことでしょ。本当大事ですよね、はい、底なしの体力の趣味でもこれは無理だと思います、はい、と優勝目指して頑張ってください。そうですね、はい、優勝したら吉野家おごります。あ、本当ですか。おごります、間違いない。安いっすけどね。安くないだろう、お前。よし、行っとくわ吉野家に。じゃあ、いやいやいや、安いっすけどねって言ってましたよ。ごめんなさい。ライバルの今日は面接パースタート。今日うちのライバルとも出るな。15分で1本走りっぱなしなんで。あ、時間ある。15分だ。15分あります。15分、15分か誰かがノックアウトするまで。あ、なるほどなるほど、はいはい。でもなんか牛丼を送ってくれるって言ってくれる。吉野家に牛丼送ってくれる。ゆき優勝したら松屋。松屋松屋のカレーを送る。あのカレーうまいですからね。カレーうまい。この人数で優勝したら結構伝説残せるよ。伝説残せる。頑張りましょう。お願いします。はい、お願いします。してくれるんだ。やばいぞこれ。本当にちょっと出る。バーニーさんに行ってくる。出ないっす。出ない。先にエントリーした方がいいっすかね。あ、確かに。なんかみんな行ってんね。でかくね。でかいっすね。L なんですけどね、これ。あ、L なんだ、それ。はい。バーニーさんだ。バーニーさん。あれ、怖くねえけど。
どうですか。いや、すごいですね。激しいです。激しいですね。思ったよりでも、はい、激しい。まだ大丈夫だな。もっとやばいのかと思った。とんでもない、うん、ちょっと抑えてますね、この天候もあるし、ね、やっぱ体力回復。もっとなんか大外刈りとかそういうのもあるのかと。さすがにないか、大外刈りは。翔平さんまだなんだね。まだ、まあ、結構人数いるからね、はい。
すごい密着取材を見てる。やばかったな、ちょっとな。やばいっすね。一番やばいんじゃないの。一番すごいハードでした。翔平のグループが一番タフだった、はい、なんかとんでもないところに。やばかったよね。でもめっちゃ盛り上がってた。めっちゃ盛り上がってた。バーニーさんと大輝さんがずっと応援してた。翔平翔平翔平さんトリプルチームみたいに来られたら無理だよ、はい、そうですね。あ、敗者復活、敗者復活あるんだって。ワッサップ YouTube、 これもしかして。AI G アンサー。 AI 無得点ですか。まだまだ無得点ですね。これで答えだと思う。1枠上がれる5人。はい、お願いします。お願いします。これで答え出そう。はい、よかった。でも1点入って。そうなんですよ。ナイスレイアップ。最初レイアップ。ナイスファイト。すごい、みんな応援してた。すごい悔しい。やばかった。速攻の1本だけ。これで終わりかな、多分。翔平さんは。いやでも面白かったです。ナイスファイトでした。お疲れ。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ。この間あのブギーズのお邪魔した時にウブエギーズの方です。勝っても多分次マジで無理です。そうだよね。でもしっかりやっぱり前に敵いてもユーロとかでそうだね、うん、あのかわし方がやっぱりね。今いくつなん。今高1です。高1か。すごい。これから本当にどんどん。そうだよ、これからどんどんね。大きくなってって。そうっすね。やめろよ。やめろ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。Yeah.